さん、こんにちは。舞です。今回は、名人さんとの対戦の様子をお送りします。対戦相手の名前を見ると、アルファベットになっていますが、戦闘終了後のアイコンは、黄色で公式マークになっていたので、ヒカルさんのチームメンバーの名人さんだと思います。名人さんの編成は、ガーディアンのいない攻撃特化で、こちらのガーディアンが耐えられないと、あっという間にやられてしまいます。まずいつものようにブレイカーから狙おうと思ったのですが、忍者のスピードが速いのと、ブレイカーの目が迅速持ちのラグナロクではないので、優先度は低いと判断しました。ここで SP100 溜まったのでバルキリーを召喚します。そして、忍者のクリティカルヒットするファイアボールを選択。クリティカル454ダメージ。しかし、名人さんのライジングドラゴンで498の大ダメージとスターを受けます。その後のブレイカーのゲールでガーディアンが強鎮。こちらはまだ1体も倒せていませんでしたが、サンダーで2対2に。ここで名人さんのジャイアントブレイドと SP、アベンジャーが発動。火力で圧倒されます。なんとか一矢報いようと、ナイトメアを選択。しかし一人になって火力が下がっているので倒しきれません。ヒカルさんのチームはみんな強いです。そういえば新しいランキングでもヒカルさんの名前はなく、今は名前を変更しているのかもしれません。今回私は31位でした。名人さん対戦ありがとうございました。このプロジェクトゼノの運営さんは非常に精力的で、アップデートでより面白くなっていきます。無課金の方でも十分に楽しめるゲームですので、まだの方は概要欄のリンクよりどうぞ。また、初心者さんの質問も受け付けていて、ギルドも設立していこうと考えていますので、概要欄のディスコードメンバー募集からご連絡ください。現在200名を突破しましたが、1000人程度を目指しています。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、ツイッターの DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。